多くの車が行き交う国道2号線。今来ているところは東長洲のバス停であります。いわゆる阪神バス、一般線のですね、バス停ということになるんですけれども、こちらからはですね、宝塚行きと阪神甲子園行きが出ていて、阪神甲子園行きの方はですね、平日の朝、土曜休日に至っては7時20分の1本しかないんですね。一方で宝塚行きはですね、日曜の時間帯、平日、土曜、休日とも3本ですね、出ているという時間帯で、いわゆる主幹系統の一つということなんですけれどもね。この先を進んでくると稲川橋の方へと向かっていくんですけれども、先日なんですけれども、それよりだいぶ先になるんですけれども、阪神のですね、育成駅の方からこの国道2号線をですね、ずっと通ってですね、阪神山ヶ崎駅の方までですね、歩いたという動画をやったんですけれども、今回はですね、ちょっと変わったルートでですね、阪神山ヶ崎を目指すということにしたいと思います。左手に目を向けるとマクドナルドの2号天ヶ崎店があります。そして向かい側、大阪方面には和食のところと佐藤があって、飲食店がですね、多く立ち並んでいるかけでもあるんですね。ちょうど福井市で北新町4丁目の交差点に差し掛かることになりますが、ここは信号を渡らずにここで左へと曲がります。マクドナルド2号天ヶ崎線のところから左へ曲がったんですが、このようにですね、カーブがですね、ずっと連なっている住宅地の中というところなんですね。そしてその先を向いてくるとですね、直進ではなくてですね、緩やかにですね、曲がっている様子が伺えますね。そこから左の方へと曲がってくると、ちょうどですね、5500系の5700系以上の離乳車ある車が通ってきたんですが、阪神本線そして小田南公園ということができるんですが、ちょうど右手の方に小さな公園が見えてきました。差し掛かってきたこちらが坪和公園というところなんですが、まずはこちらに鉄棒がありますね。西側の方にブランコがあって、ツインの滑り台が北側に、そしてラッコのですね、遊具が2つあって、ベンチの方がですね、腰掛け式4つ置かれているというところで、要するにですね、マンションに囲まれた長方形型の公園というところなんですね。坪和公園を後にして西の方へと進んでもですね、緩やかに右の方へと曲がるんですけれども、そこの稲川橋の手前でですね、上りになってくるんですね。そしてそこから右に曲がり、焼肉キングのですね、席で注文する食べ放題の店があって、稲川橋へと差し掛かります。そしてそこから右の方へと曲がると、機関車がですね、1台あるんですけれども、大物公園へと行くことになるんですね。稲川橋の交差点に当たります。そして遠く西寄りに目を向けると、都ホテルは上階部分、そしてですね、消防署がですね、見えているんですが、国道2号線沿いはここで別れを告げて、ここから大門線へ進んでいきます。そうするとですね、半月字のようなですね、カーブがですね、その右手の方に見えてくることになります。そして左手の方に見えてくるこちらが老人福祉センター和楽園となり、そしてその和楽園の正面ところに社会会館のバス停があります。こちらはですね、51、52の他に AD1、AD3、いわゆる天ヶ崎ドライブスクール前行き、そして 52A 号のですね、合わせて5系統が運行されています。土曜休日は 52A 号系統の運行はなく、4系統での運行となんですが、天ヶ崎ドライブスクール前行きは1時間に日中2本運行されている時間帯が多くなっているんですね。和楽園を過ぎてくると、その和楽園の右手の方にバス停の名前にもなっている天ヶ崎市社協会館、ふるさと交流会館が見えてきます。この中に天ヶ崎市社会福祉協議会が入っているというところなんですね。その大門線なんですけれども、こうやってですね、今度は左の方へとカーブしてきている様子が伺えます。その左カーブを切ってくると、阪神大物駅が見えてくることになるんですね。左へとカーブし終えたかと思いきや、また左へと曲がってくるんですが、ちょうど東大門町1丁目のバス停になります。
そのバス停の手前に大物公園があってですね、これがですね西口ということになるんでしょうかね。するとですね、ブランコと滑り台、砂場、馬のですね遊具があって、休憩場所、そして奥にお手洗いがあるんですが、奥の方に目を向けると尼崎大物病院があります。その尼崎大物病院を左の方に目を向けていると、大物駅北の交差点、すなわち阪神大物駅の方へとやってきたことになります。大物駅北の交差点で信号がですねちょうど青になっていましたので、そこから右へと曲がって西の方へと向かってきます。そして右手の方に目を向けると、からたち幼稚園が見えてきます。それと同時に東大門市町の方へ入ってきたことにもなります。東大門市町2丁目付近の信号を渡ってきて、まあ、直進かと思いきやですね、ここで右の方へと緩やかに曲がる形になってきますね。右斜めに目を向けると宮古ホテルの上階部分が多くなってきたんですが、この辺りはですね、いわゆる南西方向にですね道が伸びていて、まあほぼ直進ではないんですけれども、ちょっとくれくれとしたですね道になっているんですね。そして東大門町からここから西大門町の方へと入ってきます。するとしばらくして左の方へと曲がることになります。道幅がやや狭かった道路なんですが、曲がり道をですね抜けてくると道の幅が広くなってきました。そしてですね、左手の方に目を向けると高層のですねマンションが立ち並ぶ一角へと入ってきましたね。こちらの建物の正面にやってきたんですが、こちらがロイヤルシャトー尼崎スプリングコートになります。そのマンションがですね一帯に立ち並ぶところ、するとですね西側の正面にこのような歩道橋が見えてきて、いわゆるですね尼崎総合文化センター方面へとつながってくる歩道橋が見えてきたことになります。そして手前の左の方に目を向けると西大門公園が見えてくることになります。このようにですねマンションが立ち並ぶ一角のところにですね、その左手の方にですね小さなコンビニがあるんですけども、今ですね使用がですね禁止されているようなんですね。いわゆる小さな遊歩道があって西大門公園というところになります。その西大門公園をですね横切るかのように歩道橋が伸びているということなんですね。東側はですねブランコ、そしてコンビニ遊具があって、その先にですねマンションのですね駐車場があるんですね。そして鉄棒があって、ここをですね遊歩道があって、この歩道橋の下をくぐってくることになります。そしてそこから西側の方へと向かってきて、やはりここにマンションとつながってくる階段があって、歩道橋があってですね、こちらから雨ごったの方へと行くことができます。もうすぐ見えてきますけどもね、このように広場になっていて、奥の方にお手洗いがあります。そしてその上が雨ごったということなんですね。その西大門公園のいわゆる北側の方で信号がありましたので、そこで北の方へと向かいます。左手の方には尼崎市中小企業センターが見えてきて、そして右側ちょっとこ歩道橋の部分があってですね見にくいんですけれども、尼崎消防署が右手にあります。アマシンアルカイックホール、尼崎市総合文化センターのいわゆる向かい側になるんですが、尼崎市総合文化センター前のバス停になります。いわゆる中小企業センターの正面というところなんですが、今回はこちらでフィニッシュということにしたいと思います。この中小企業センターの1階にはですね小さなレストランがあってですね、ランチが楽しめるところがある。そして総合文化センターの方にもですね2階にレストランがあってですね、カレーライスなどが楽しめるというところなんですね。そしてその手前が尼崎文化センター前の交差点になっていて、そこから国道2号線が伸び、そして信号を渡ってくるとエレベーターがあって、そこから阪神尼崎方面へとつながる歩道橋へということなんですね。今回はですね国道2号線にある東長洲のバス停から大物駅周辺をですね経由して歩いてきたわけなんですが、時間にして24分13秒、距離にして 1.91 キロ、2499歩の167キロカロリーということで、そこから国道2号線
西の方へと行くとですね、玉井橋の交差点があるんですけれども、そこから西宮方面へとですね、国道2号線がつながり、そこからですね、左の方へと曲がると県道57号に入って、そこから国道43号へ、右の方へ行くと県道13号の方へということになり、伊丹方面ということになるんですね。そしてその総合文化センター前の花壇ですね、このように赤、緑、白のですね、花がきれいに咲かせてあってですね、周辺の花を咲かせてあるということなんですね。そしてその先に行くとですね、庄毛川があって、そこにですね、ゆりかもめがですね、いっぱい来るというところなんですけれども、まあ、果たして今日はですね、来ているかどうか。計測の方はですね、尼崎市総合文化センター前で終わっているんですけれども、その先を見るとですね、白い葉とゆりかもめがですね、来ていますね。庄毛川のですね、阪神尼崎沿い、ご覧のようにですね、ゆりかもめがですね、もう待ちきれたかのようにですね、いっぱい来ている様子をですね、ご覧いただいているんですが、先ほどですね、玉江橋の方にも、3羽止まっていたんですが、こうやってですね、ゆりかもめがやってきて、冬の始まりの到来を告げている、そんな印象を持たせられますよね。今回は東長洲のバス停から大松駅周辺を経由して尼崎総合文化センター前まで歩き、庄毛川のゆりかもめの様子をご覧いただきました。